皆さんおはようございます。黒田真由香です。今はですね、カンボジアのシェムリアップに来ているんですけど、今日は1日アンコールワットの遺跡巡りをツアーで申し込んだので、その様子をご紹介していきたいと思います。 It's not a market, it is a hospital. Look at the left side. You can see a lot of people waiting outside. They are coming from the countryside. They come to here for free, this hospital. 今からチケットを購入します。多分ね、アンコールワットに入るためのチケットをここで買うんだと思います。アンコールワットに到着しました。なんかね、肩とか足が出てる服はダメだったみたいで、ちょっとね、現地のワンピースを購入しました。めっちゃ可愛い。これね、800円ぐらいだったんですけど、袖とかもね、めっちゃ可愛くて普通にお気に入りです。ドキュメンタリーみたいな。さあ、今からアンコールワットの中に入っていきます。情熱大陸。ここが私のアナザースカイ。カンボジア。著作権合うけど。違うけど。今はメインの、ね、遺跡に向かってみんなでゾロゾロ歩いてるところです。ちょうどね、私の目の前に見えてくるんだけど、今のね、カンボジアの気温は多分30度ぐらいかな。日本の真夏よりは全然涼しいです。なんかちょっと湿気っててムシムシする感じ。これがメインの遺跡です。めっちゃ大きい。お猿さんがいる。かわいい。やばー、今からこの階段登って上に行きまーす。え、これきつ。きつ。で、結構上に登ってきました、こんな感じで。ほとんどずっと同じような景色が広がってるから全然わかんないんですけど、本当なんかさっき行った場所にそっくりなんですけど、多分違うとこです。はい、アンコールワットの観光を終えてバスに乗って今からランチのところに移動してきました。楽しみ、どんなランチなんだろう。リンゴをフライにして食べるらしいです。これ食べれるんだって、ここで料理して。今日の昼ご飯は焼きそばにしました。はい、ランチが終わって2カ所目のお寺にやってきました。結構ね、下がずっと石畳だから、私ヒールのサンダルできちゃったんですけど、めっちゃ足が疲れます。すごい苔かな、これ。苔がついたブロックがたくさんあります。では今から最後の観光地に移動します。
やってきました。めっちゃ大きい。かなりいっぱい歩いたので疲れました。今日はスニーカーで来ればよかったっていうのが唯一の後悔。朝8時ぐらいに迎えが来て、それで今まだ3時ぐらいなんですけど、結構ねタイトなスケジュールであちこち回れるのでおすすめです。遺跡が顔になってる。これあっちの遺跡もほら顔、これ顔になってます。はい、最後の遺跡が見終わって全ての遺跡巡りが終了しました。日本じゃ見れないような雰囲気のものをたくさん見れて、アンコールワットとかもね見れたのでめちゃくちゃ満足です。いやー楽しかった。それではね、今から迎えに来てもらった同じバスに乗り込んでホテルまで送ってもらいたいと思います。皆さんもねぜひカンボジアに来る際はこのツアー利用してみてください。結構ね多分個人で回ろうとするとグラブタクシーとかがそんなに普及してないので難しいかなって感じるので、ツアーをおすすめします。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。